皆さん、こんな経験はないだろうか。人気のアミューズメント施設に行って実践するも、思ったようにうまくいかず、結局沼ってしまう。ふと周りを見渡してみると、大量のプライドフィギュア、ぬいぐるみ、お菓子を袋に詰めたクレーンゲームがたくさん。だけど自分はなぜか沼ってしまう。そんな苦しい悩みを抱えているのは、あなただけじゃありません。そんな悩みを抱えている皆さんのために、今ここで言いましょう。沼っているのは、あなただけじゃない。
初期位置にしてもらってもいいですか。はい、ということでね、戻ってまいりましたので、早速ね、フィギュアご紹介と開封レビューの方をね、していきたいなと思います。思いのほかね、沼れなかったんで、まあ良かったかなというところです。初動のね、多分相場よりは安く済んだのかなっていうところですね。で、はい。まずはこちらがですね、ハスの空女学院スクールアイドルクラブ、音宗小杖ということで、まあ多分知名度的にはね、そんなないかもしれないんですけど、ラブライブですね。ラブライブの新シリーズの、フィギュアになります。ちょっとこう透明で見ますね。はい。これ、パッケージパッと見だとね、ラブライブってわかんないんですけど、一応ここにね、小さくね、書いてあるんですよね。はい、こんな感じで。わかんないですよね。はい。バーチャルでね、展開している新しいスタイルのね、ラブライブのシリーズになってまして、アニメというより、アプリでね、まあ、ストーリーが続くっていう形でね、かなりリアルにね、進んでいくっていうストーリーのものです。ちょっと詳細はね、別途またご紹介をしていきたいなと思うんですけども、まず一つね、こちら、ラブライブ、ハスの空の、フィギュアになります。で、はい、続いてがですね、こちらですね、はい。今ちょっと結構話題にはなってるやつですね。キセコイの、マリンちゃんのね、雫炭のコスプレをしたフィギュアになります。こ
これがね、めちゃめちゃなんかクオリティがいいということで、まあちょっと気にはなってて、どうしようかなと思ってて、で結構沼ってる方がいらっしゃったみたいなんですけど、まあ一応ね、結構残ってたっていうところもあって、ちょっと取りに行きました。あの、思いのほか、いい感じでね、手数少なく取れたので、良かったかなという感じですね。まあ多分数百円で取ってる人も中にいらっしゃると思うんですけども、なんか数千ね、沼ってるって方もいらっしゃったみたいなんで、まあ箱の形状がね、本当に正方形、立方体っていうんですかね、っていう感じなんでね、こんな感じで。見ていきたいなと思います。はい。じゃあ、まず、ハスの空からね、ちょっと開けていきたいなと思います。で、実はこれね、二人目なんですよ。全員で今、キャラクターとしては6人出ていて、先行して、カホちゃんっていうキャラクター出たんですけど、ちょっとね、その時の、動画ちょっと撮れてなかったんですけど、めちゃめちゃ沼ったんですよ。3000円ぐらいかかっちゃったんですよね。で、なんでそのことかっていうと、これめちゃめちゃ軽いんですよ。めちゃめちゃ軽くて、中身実は小さくて、今ちょっと中身、中心とか見ていただくんですけども、こんな感じでね、グリスタン包まれていて、ね、ちょうど真ん中中心なのかな？動かないんですよね。で、上と下がちょっと軽い感じかな？まあちょっと見てもらった方がいいかな。はい。グリスタ入ってるんで、まあ、足の方も軽いし、頭の方もまあ、比較的軽くて、まあ、真ん中がちょっと台座あって、重たいかなっていう感じ。で、まあ、中心、ちょっと、裏面寄りかなっていうところですかね。はい。なんでね、めちゃめちゃ軽くて、すごい暴れます。アームがね、すごい強いところですね。走行系とかだと、結構強いんで、結構バタバタ暴れて、最初に出た子はね、かなり、苦戦して、まあ、なんだろう、バランスキャッチしちゃったりとか、いやいやいやっていうところで、暴れ回ったという感じですね。はい。で、見ていきましょう。で、こちらね、セガのプライズなんですよ。で、セガのプライズって、まあ、ご存知の方多いと思うんですけども、いやー、ちょっとお顔がねっていうね、よくあると思います。実際に、デコマスとか、最初の印象とイメージ違うよね。箱と全然中身違うよねっていう、ことあるんですけど、まあ、これは実際箱なんですね。はい。で、実際ね、現物の方が結構いいんですよ。はい。こんな感じで。セガにしては結構造形とか彩色とかね、いい感じなんですよね。細かいですよね。で、新ブランドで展開してる感じですね。で、こんな感じでね、この衣装のところとか、グラデーションとか結構入ってるんですけど、見えるかな？ちゃんと造形がね、綺麗に入っていて。ちょっと見づらいんで、はい。ちょっと光のトーン変えました。わかるかな？このグラデーションと陰影シャドウとかね、きっちり入ってるんですよね。意外といいですよね。はい。私もね、びっくりしたんですよ。で、髪の毛も、まあそこまでね、めちゃめちゃ細かく、こう、髪の毛をしているって感じではないんですけども、まあでも綺麗かなというところですね。はい。足がね、ちょっとね、ツヤ感が強く出ちゃってるかなというところなんですけど、もうちょっとマットでもいいかなぐらいですね。はい。でもまあいいですね。造形とかは綺麗ですし。ほら、彩色とかもね、結構綺麗ですよね。そうなんですよ。これね、意外や意外。知名度も低いコンテンツと言いながら結構いいんですよ、出来が。はい。すごいおすすめです。で、これ2人目で、今後1ヶ月ごとに新しいキャラがね、どんどん追加されるという感じになってます。はい。で、台座がこんな感じでね、かなりコンパクトになってますので、飾りやすいかなというところですね。よいしょ。はい。はい、という感じでね、ラブライブ、ハスの空女学院スクールアイドルクラブ、音は胸小勢です。はい。次が皆さんお待ちかねだと思います。はい。このね、雫炭のやつですね。こちらをね、開けていきたいなと思います。まあまあまあ重いかなっていうところですね。で、多分皆さん苦戦されてたのが、まあそれぞれ、
クレーンゲームの設定ですね、橋渡しだったりとか、まあ、私がさっき見たところは、ちょっと末広がりの感じなんですけども、まあ、このなんといってもこの正立方体っていうところがなんか癖があるのかなっていうことですね。はい、開けていって、お、すごいですね、こう印字が入ってますね、彫りが入った。はい、でも事前情報を聞いていたのでなんとなく分かったんですが、こちらね、裏面にこの台座がね寄ってる感じ、全体的に裏面がちょっと重たい感じになってますね。はい、で上の方が、軽めで、下が重いっていう感じかな。はい、ちょっと見せますね。はい、よいしょ。はい、こんな感じでミスターで裏面で、で下がねやっぱり衣装がこう寄ってる感じなんで、下寄りの、裏面が重いという感じです。ちょっとね説明が下手くそで申し訳ないですね。なんだろう、なんかよくわかんない、これついてますね。あ、衣装のあれですね、これ型というか、なんていうんですかね。はい、じゃあね、早速レビューしていきたいと思うんですけども、先にね、ここにね、なんか、鎖ですね。はい。ここについてて。これ、金属製っぽい鎖がついてるんですよね。すごいな、これ。はい、では見ていきたいなと思います。はい。いや、言ってた通りすごいっすね。はい、じゃあちょっと光を当ててね見ていきたいなと思います。いや、すごいいいですね。これ動画だと正直伝わりにくいんですよ。でこう光当てたり光落としたりとかする感じでちょっと見方がちょっと結構変わってくると思うんですけど、はい、これ光落とした感じですね。造形とか、まあ、彩色もそうなんですけど、皆さん結構スケールフィギュアじゃねって言ってるんですけど、まさにそんな感じですね。スケールフィギュアって、まあ、小ぶりなんで、スケールフィギュアっていう感じではない、ノンスケールフィギュアみたいな感じになるんですけど、クオリティはいいです。本当に一言で言うと。造形も細かいし、彩色もね、そんな変な乱れとかないです。パッと見ね、やっぱ動画とか写真だと分かりにくいんですけど、お顔はね、結構いいですね。正面だと、ちょっとなんかお花のところがね、飛んじゃうんで、ちょっとのっぺりした感じになるんですけど、ちゃんとね、しっかりこうなんかできてますね。目の位置とか、お口とか、綺麗じゃないですかね。多分、しっかりしてます。で、髪の毛もちょっとわかるかな。毛先にかけて、ちょっとクリアパーツ感がやっぱ出てるんですよね。はい。で、このヘッドドレスっていうんですかね。なんていうんですか。ちょっとごめんなさい。わからないんですけど、この装飾とかもすごい細かいですよね。はい、で衣装もねちょっとエチエチな感じなんですけども、非常に素晴らしいなというところですね。こういうちょっとシワを寄せた感じとかで、薄くそのグラデーションとかシャドウとかもねしっかり入ってるんですよね。はい、このメイド服みたいな感じでね、すごい素晴らしいと思います。ツヤ感とかそういうの辺はね綺麗ですね。まあちょうどいい感じ、マットすぎず、まあ、ツヤツヤ感すぎずっていう感じですね。で、このね、すごいのがね、このレース感のところですね。レースの多分、布を表現してるんだと思うんですけど、見えますかね？ちょっとバラの感じがね。で、このシワの寄り方とかすごいリアルなんですよ。これ実際布ではないんですよ。レースではないんですけど、プラスチックみたいなね、樹脂で作ってるんですけど、これ細かいですね。非常にリアルに寄せてる感じです。で、驚愕なのは、まさしくこのまたレースのところの足のね、タイツのところなんですけど、本当にレースの網タイツに見えません？これすごいんですよ。でも普通にね、樹脂で造形されたものなんですけど、めちゃめちゃリアルですね、これね。これはすごい。確かにスケールフィギュアと言っても過言ではない。シャドウもちょっとね、ちょっと加工して入れてみたりとかすると、万超えのね、スケールフィギュアと言っても過言じゃないかなという感じですね。はい。で、この、拘束してるようなね、これもね、チェーンでこうやってね、作ってきてね、すごいですよね。これなかなか見ないですね。プライズフィギュアでね。はい。はい。で、台座がこんな感じでね。はい。台座もね、シンプルなね、こうプラスチック感じです。結構でかいんですけど、
で、なんかちょっとクッションっぽい感じのね、イメージを寄せて、ちょっとこういうね、シワを寄せて、縫い目のところのシワとかもね、きっちり表現してます。でちゃんとね、置くところにね、こうやってへこみがありますね。はい。これを置くのかな、こういう感じで。どうするんだろう。ちょっと分かってない。ごめんなさい。こうか。こうだな。こうですね。はい。ちょっと斜めになってるんですけど、手前が低めにするっていう感じですね。はい。はい。これね、すごいですね。はい。ちょっとね、全体見ていきたいなと思います。このチェーンはね、適当にこう、どっか垂らしといていいみたいですね。いや、これはいいな。いや、今回、私そこまで皆さんがおっしゃってるぐらいな沼りではなかったんですけど、いや、これはね、買いですよ、普通に。今ね、メルカリ相場が2000円から3000円ぐらいなんですね、一体。でもね、全然買ってもね、損はしないレベルのクオリティだと思います。これをね、1000円ちょっとで取れたんでね、非常に嬉しいなと思います。はい。ということでね、本日の動画は、クレゲのね、動画ということで、キセコイのね、マリンちゃん、雫炭のね、これコスプレですね。これの、フィギュアと、あとは、ラブライブ、ハスノソラの、これ、小杖先輩ってやつですね。はい。こちらのね、フィギュアをね、撮ってきたという動画となりました。本日の動画は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。まだチャンネル登録が済んでない方は、ぜひチャンネル登録と高評価、コメント、そして各種 SNS のフォロー、いいね、よろしくお願いいたします。それでは、次回の動画でまたお会いしましょう。またねー。バイバーイ。バイバーイ。